を使った完全自作キーボードの作成方法を解説します。以前作成したプロトタイプキーボードタイプ B のキーボードに LED バックライトを組み込みます。このメソッドは QMK ファームウェアを使った全てのプロマイクロで機能します。完全自作キーボードを作成するにあたっては 3D プリンターで出力するか、アクリルパネルをレーザーカッターでくり抜く方法がメジャーです。この動画では 3D プリンターで出力しました。必要素材は現在表示されているキーボードフレーム。次にキースイッチ。キースイッチはどのようなキースイッチでもフィットするのは完全自作キーボードの利点です。キーキャップ、プロマイクロ、耐熱化強ビニル絶縁電線や絶縁エナメル線、整流ダイオード、LED 発光ダイオードです。素材の詳細な名称はブログを参照ください。キースイッチを分解し、砲弾型の LED を挿入します。この動画ではプラスマイナス2本足の LED を使います。画像を参照に LED を組み込みます。やりたい人はこの状態の時にルブリング、注油してもいいかもしれません。この動画では18個作ります。裏側から見て、足の長いプラスを左、右をマイナスに配置します。先ほど作成した18ピースの LED 付きのキースイッチを画像を参照に黄色い部分に当てはめます。この動画では18ピースのキースイッチに LED を入れましたが、手間はかかりますが全部のキースイッチに LED を入れても差し支えありません。では、3D プリンターで出力したキーフレームにキースイッチをはめます。再下段はロープロファイルです。今回作成するキー配置は、ミニマルで合理的な一つの到達点である格子型です。ここから整流ダイオードを全部のキースイッチにはん出します。画像を参照に整流ダイオードをはん出します。これは全部に LED を設置したパターンも同じです。整流ダイオードはプラスからマイナス方向へ向きを揃えてはん出します。何度も確認しながら作成すると安全かもしれません。はんだ付けしている参考動画です。以前のプロトタイプキーボードタイプ B の動画を使っていますが、やっていることは同じです。次に赤い縦のラインをはんだします。縦のラインすべてをはんだしました。縦と横のラインが絶縁されていれば機能します。紫と青の部分をはんだします。紫と青の部分は絶縁します。青と紫のラインが絶縁されています。絶縁されていれば接触していても問題ありません。ここからプロマイクロとキースイッチをはんだします。プロマイクロの裏側の数字とキーボードの数字をはんだ付けします。必ずプロマイクロの数字と設計図の数字を合わせてください。LED を光らせるために、プラスをロー、マイナスを RX1 にケーブルをつなげます。不要な足をニッパーで切り落とします。ケーブルをはんだしたら、ケーブルとプロマイクロをはんだします。画像を参照にケーブルをはんだします。ここから PC にて、QMK ファームウェアの設定を行います。この動画ではArch Linuxを使って環境構築を行います。Arch Linuxのインストール方法については URL を参照。sudo pacman-o/s 小文字 yu パッケージ全体をアップデート。sudo pacman-o/s git をインストール。python3-m pip インストール -upgrade pip。コードを入力してエンター。コードはブログに記載。CD、QMK ファームウェア。sudo util、QMK インストール。ユーゼル、ニューキーボード、PKA、エンター、プロトタイプ、マイクロ、キーボード、PKA、コンフィグ H、コード上書き、コードはブログに記載、マイクロ、キーボード、PKA、PKA.H、コード上書き、コードはブログに記載、マイクロ、キーボード、PKA、キーマックス、デフォルト、キーマックス E、コード上書き、コードはブログに記載、プロマイクロへ、書き込みを行います。プロマイクロとArch Linuxが入った PC を USB ケーブルで接続。sudo make pka default avr boob リセットユアコントローラーナウが出たら、プロマイクロのグランドとリセットをピンセットするでしょうと。デバイスハズアピアードと出て、書き込みが行われます。書き込みが終わったらキーボードケースへ収めます。ネジで止めます。キーキャップをはめます。完成しました。プロトキーボード、タイプ A のキーマップです。このキー配置になった経緯はリンクを参照ください。クオーティーキー配置も入っています。
フォトショップ等のエディティング作業をするときに楽な左手だけモードも記載してます。これらのキー配置の変更方法はエスケープキーを押しながら各キーを押すことで変更できます。また各キーの色に対応したキーボードショートカットが機能します。数字やファンクションキーを入力したいなら EX キーを押し続けることでマジェンダ色のキーを入力できます。また半角全角はオルトキーをクリックすることで機能します。無変換、変換キーも EX2、EX3 をクリックすることで機能します。バックライトの光量変更は EX2 を押しながら L、G キーで変更できます。サイレダンがロープロファイルなので親指の負担を大幅に減らせます。 LED が機能しているかのテストをします。機能しました。サイトにて今回作成したプロトキーボードタイプ D と同じようなキーボードを販売しております。今回の詳細はブログに記載しております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、アマギフでの投げ銭をしていただけますと大変励みになります。サイトにてグッズを販売しております。ラブ&ピース。